最近妹で、あ、そうだ、最近、あ、妹できた話するの忘れてた。あの、妹できて、あのちょっと誤解を招きまくるような、あの、あやっていう妹できたんですよね。名はエモリというのですけれども、そう、エモリあやっていう妹ができて、ちょっと今までエモちゃんエモちゃんって言うんだけど、ちょっとなんかこの間ね、リスナーにライブで、ね、私はもう出番が終わったんだけど、支度中だったエモちゃんが、ね、なんかもう本当にまた あれだった、あの、河野さんお呼びですよとか言われて、え、なになにと思って、私も衣装も脱いでバッチリですけどと思ったら、あのエモちゃんがいて、あ、うわ、なんかこれあれ、あの後輩の子が教室に1個くらえるんだ私っていうのに2回も体験することができました。でなんか、え、ひよりさん会いたかったんですとか言って、てか年末大丈夫でした、体調崩してたみたいな、体調の心配までしてくれるんだって言って、記念に写真撮ったりとかしてね。で、なんか、いやもう、あれ、ツアー中にさ、このリサにも準備してて、体調とか大変だったでしょみたいな、いやいや、でも全然、私元気いっぱいなんで、とか言って、よかったよかった、みたいな、もう私勝手にさ、エモちゃんのお姉ちゃんみたいな気持ちで見守ってるからさ、とか言ったら、え、嬉しいです、お姉ちゃんになってくださいって、私も勝手にもう妹の気持ちです、キュルンとか言って、かわいすぎる、私以外の人にそんな態度を取らないでくれっていう、ちょっと独占欲を刺激されたりもしまして、なんで、あの、姉なんで、あの、エモの姉なんで、ちょっとこれからは、そういう、これやばいね、あの、親父っちに片足突っ込んでます、あの、いや、でも本当にごめん、あの、エモちゃんの身内面だけはさせて、だって、山梨生まれ、山梨育ちだから、私も、あんたたちは、他県の空気を吸って、他県の、あの、中で育ったかもしれないけど、私は地続きの同じ大地踏んでたから、ごめんね。だって視界に富士山入ってた？入ってないでしょ。で、山梨県民か、まあ、ギリ静岡県民までがエモちゃんの身内ずらしていいから、それ以外の、都道府県の者たちはちょっと、45都道府県のみんな、ちょっと肩身狭そうにしてください。すいません。身内ではないのですけど、応援させよう。ほんとダメ。これちょっとカットしてください。ごめんなさい。ほんとすいませんでした。ここ数年でエモちゃんと仕事一緒して、エモちゃんのことを知って、今、姉貴面をしている超スピード、新規ですので、本当にすみませんでした。よろしくお願いします。ごめんなさい。お姉ちゃんとさせていただきます。